上原。忙しい人のための前回のあらすじ。主人公である上原は、湯婆婆のクローンである上村に名前を盗まれてしまった。こうして旅に出た元上原であったが、上村の前世が実はヒラメだったことや、好きなスイーツがイチゴ大福であることが判明してしまうのであった。さらにはオーダースーツ広告のゴリ押しで動画にオーダースーツ新成人フェア開催中の謎タグが付けられたり、すでに作ってあったサムネイルを捨てて急遽書き直しすることになったり散々な目にあったのであった。ユースマジ上村。冒険は、まだまだ始まったばかりなのであった。